さん、おはようございます。改めてトゥモローゲート松本です。今鈴鹿サーキットに来ております。僕らがブランディングでご支援させていただいているセルブスジャパンさんという会社が本日からモータースポーツスーパーフォーミュラの開幕戦があるので、その応援に来ました。各チーム2選手乗るんですけど、1人の選手がこの野田ジュジュ選手。この方が今年から大学生になる、いわゆる女子高生レーサーとしてめちゃくちゃ有名な方です。スーパーフォーミュラに参戦する初めての女性レーサーとして非常に有名な方です。 TGM グランプリのピットの方まで向かいます。セルブスジャパンという会社がレーシングカーのメカニックを専門としている会社なんですね。もともと池田さんもメカニック整備士だったんですよ。ルマン耐久24時間レースというフランスの方にあるレースに出て優勝し、その興奮と熱狂をここから先の人生も味わえないのかと思うと、それは嫌だと思い一念発起をし、自分でチームを作っちゃったという、そんな方になります。YouTube 行くんですか？はい、行こうと思ってます、はい、ようこそいらっしゃいました TGM グランプリ、こちらが私が代表の池田和弘です。よろしくお願いします。いつもお世話になっております。とんでもないです。ありがとうございます。こちらにもフォローゲート、ありがとうございます。でこちらが噂のジュジュ選手が乗ってる車でございます、はい、まだこれからどんどん成長していくドライバーなんで、はい、今回はちょっと厳しいかもしれないですけど、寒いんでタイヤを温めるのが大変なんです。はい、だからちょっと時間かかるかもしれません、うん、こっちそして向こうですね。今回の開幕戦の直前に決めさせていただいた松下選手、彼もベテランですので、はい、30歳かな、長くやってるので海外経験もあるドライバーで、うん、経験豊富なので、はい、高速戦力として声をかけさせていただきました、はい、なのでチームが持ってるノウハウと彼が持ってる経験値、はい、がいかにこう組み合わさるかということで予選の順位がこう決まってくると、はい、チームとドライバーの能力を信じて予選に行きたいと思います。そうですね、ぜひもう応援しておりますので、はい、ありがとうございます。楽しみにしてください、はい、ありがとうございます、はい、エンジニアという職種が詰めてます、はい、10人ぐらいでやってます。何をしてるか、レーシングカーをいかに速く走らせるかっていうのが仕事になってます。じゃあどうやって考えるか、もうパソコンの中で自分たちで計算ソフトみたいなのを作り上げるんですよ、独自で。そこに当てはめて、まずは車のロール剛性、こう硬さとか、はい、ねじれ具合とか、はい、前後バランスとか、そういうのを数字でこう計算していくんですよ。でこの辺が理論値で最適かなみたいなところを出すんです。そうすると今度仮想空間がパソコン上にあって、サーキットの、はい、でその中で走らせてみるんですよ、その車を。でラップタイムがどうとかっていうのでシミュレーションを繰り返す。めちゃくちゃ面白い世界っていうのをやってます。すごい。でさらにじゃあサーキット来たら、はい、シミュレーションしたものが実際どうかっていうのをドライバー乗ってもらって、本当にその通りかどうかっていうのをチェックする。まあ実際当ててみるわけですね。気温も違う、天候も違う。今なんかもう雨降ってきちゃって、さっき晴れてたのに。路面の状態とかもあります。そうですね、それによって合わせ込むっていうのもシミュレーターも何パターンか用意してやってるというところですね。早い遅いかは彼らにかかってる。なるほどなるほど。一方こういう整備してるメカニック、はい、彼らは車をいかに壊れないようにメンテナンスする、はい、整備士ですね、うん、大きくはその2つ分かれてます。こんな裏が知らない人は本当にわからない世界なんだ。そうなんです、はい。あのお昼ご飯中の池島さんです。よろしくお願いします。お願いします。すいません。これがタイヤ。タイヤです。タイヤです。タイヤは大きく2種類。2種類、はい。ドライタイヤ。ドライタイヤ、はい。全く溝がないタイヤです。これが一般車との大きな違い。ツルツルですね。これがニュータイヤ。まだニュータイヤって走ってないタイヤ。あ、ニューの。あー、なるほど。はい。これユーズド。中古のタイヤ。走るとこうなるんですよ。ちょっとザラつきがすごいザラザラしてる。なぜならこのゴムの表面が路面と接触して化学変化が起きてゴムが溶けるんですよ。あ、こうやって摩擦で溶け始めて、ゴムがこの粘ってコーナリングしていくと、はい、もう一種類はレインタイヤ、はい、雨の時に。あ、これちょっと一般車っぽい、はい、この切れ目が入ってる。これで雨を走っちゃうと、はい、もうツルツルで走れないので、あ、これで雨をこう逃がしながら走る。なるほど。持ってみてください。イメージは重そうな感じとかするじゃないですか。かなり重いイメージは。ちょっと待ってください、はい、あ、結構重いわこっちがフロントタイヤでリアタイヤ、ちょっと大きさが違うんですよ。あとはナットもないんですよ。ナットも1個だけ、そういう違いがあります。
予選なんですけど、まもなく始まると思います。今日は僕らもブランディング支援させていただいている TGM グランプリさんっていうレーシングチームなんですけど、スポンサーという形やらせていただいてまして、このパスをいただいてピットまで入れさせていただけるという話なんで、ちょっと今から行ってきます。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、立ち入り禁止区域いいんですか？内緒でございます。内緒です。すごい、すごいですね。こんなにスタッフの方がいらっしゃいます。うわー、すごい、むちゃくちゃかっこれが車よ。内田さん、これは嬉しいっすわ。本当にすごい、すごいな。22台いるけど、その差がどれくらい離れるかっていうと、1秒ない。1ない。ちょっと、パタンくらい。そんぐらいしか差がつかないんだ。一瞬で越してもあれまた一瞬でもう追い抜かれる。そういう差で争うんです。すごい。皆さん、昨日の予選を通していかがでした？55号車、53号車あるんですけども、まずこの55号車、ベテランドライバーの松下選手、はい、チャレンジしました。時間も短い中、なかなかそう甘くはなく、22台中9番でした、はい、ただどこが悪かったっていうのは分かってますので、昨日はいいと思います。9番からどれくらい追い上げるか、ただ見ものここが見どころですね。ここが見どころです。ジユさんにとってはデビュー戦だったんですか？そう、ジユ選手に対してはもう予選も初めてで、はい、7分間の中でいかにタイヤを温めて、はい、一発のアタックにかけるっていうところだったんですけども、本当は2回アタックしなかったんですけども、時間が間に合わず。アタックっていうのは何？アタックっていうのはタイヤ温めなきゃいけないんですよ、はい、だから温める温めるとかやってて、はい、もう温まったなと思ったらタイム出しに行くぞって言って行くのがアタック。アタックしてタイム出しました、はい、で次行ったらタイヤももっと温まるから、もっとグリップするから、はい、行けるって言ったんですけど、ちょっと時間なくなっちゃった。なるほど。予選はそうか、レースで一番先にゴールした方がじゃなくてタイム、予選はタイムで1周何秒で走ったか、それが速かった人がポールポジション、はい、2番手からスタート。なるほど。で今日のスタート順位を決めるんです、予選は。今日はもう一番最初にゴールした方が勝った人が勝ちます。なるほど。また違う面白さあるんですね、予選と決勝で。だから早ければいいと思うんじゃない、はいはい、当然早ければ前に行きますけども、はい、でも運的な要素もあります。なるほど。チームメカニックが乗せてくれる、乗せてくれるって。野田ジュジュさんの名前が、53号車ジュジュさんの名前がいます。すごい。まっすぐじゃないし、飛行機ってこれが逆についてる。だから浮くんですね。そう、だから飛行機はもう300キロくらい、でも飛行機の中で逆につけてるから300キロ以上の下に、下に行っちゃう。もう下への圧力ってすごい。なるほど。これがステアリングでございます。握っていいんですか？もちろんもちろんもちろん。すごい、すごい。後ろにあるのがパドルシフトって言って、これでギアチェーンです。あ、なるほど。これ自由さん仕様のデザインです。エンジョイって書いてます。怖がらず、とらわれる自然体。自然体。改めてセルフスジャパンの代表取締役で TGM グランプリのオーナーをされてますテラさんです。はい、テラです。よろしくお願いします。お願いします。今日はこんな機会いただきまして本当ありがとうございます。いやー、まさかね。まさか、こんな展開になるとは。そうですよ。だって出会ったのが 2,3 ヶ月前ですよ。そうですよ。そうですよ。12月ぐらいで1月にどうしようって言って決まった。そうですよ、ね、まだ2ヶ月。はい、僕らもブランディング支援させていただいてて、池田さんのチームのスポンサーもやらせていただいてるんですけれども、
それのステッカーがこちらにモローゲートのステッカーを入れていただきまして、最高の場所に入れさせていただいて、池田さんのチームもまだできたばっかりで、去年作ったそうですよね。会社としてはもう17年やってるんですけど、自分のチームとしては今年2年目やっと今年としたいなというところで、池田さんもともとメカニック出身ですか？もともとはそうです。バリバリのメカニックの方がもうこのレースに没頭して、この興奮を忘れられなくて、レーシングチームつけた。そうなんですよ。もっと簡単に言ったら、レースってお金持ちの中の競争なんですよ。はいはい、でもお金ないんですよ。うちメカニックだったから。でもその貧乏が頑張れば技術で一番なれるんじゃないか。こういう挑戦なんですよ。この野望とかこのスタンスに僕らも共感して、めちゃくちゃ応援させていただいてるんですよ。トモローゲートさんもやっぱ面白いことをやっていこうっていう、自分もそうなんですよ。知らないじゃないですか。でもそれをいかにこう面白くしていったら、みんな見てくれる人も増えるんじゃないか。いうところで、まさにトモローゲートさんの一緒にやってたら、なんかすごい面白いことができるんじゃないかなと。いや本当ありがとうございます。僕らもそこにはすごい共感する部分がある。しかもベテランの松下さんとルーキーの野田ジュジュ選手、この起用もやっぱりこれチャレンジングなところが。ジュジュ選手の方はもう女性っていうのと、日本人女性初がスーパーフォーミュラー一番トップのところで、いかに戦えるかというチャレンジになるので、松下選手の方はもうベテランドライバーを参して、車をいかに速く走らせるかっていう技術の結晶がどこまで通用するかというチャレンジになります。いや今日の決勝いかがですか？今日はもう行くだけです。自分たちが 100% に近い形で準備してるので、結果はもうついてくると思います。本当に今日の決勝お伝えします。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。何を見たかよ。まあ行った行った。ウォークと申しまして、目の前で見れるそんなイベントです。タイヤ交換来るよ。え？松下選手の目の前に来るよ。来たよ。今サーキット場から戻ってきて駐車場に来てます。鈴鹿サーキットって僕知らなかったんですけど、レース会場以外に遊園地併設してて、十二分に子供たちが遊べるスペースがあったので、そこで子供たちと遊んで今から帰ります。本当に今日の大会スーパーフォーミュラの第一戦、野田ジュジュ選手の感想を感動しました。胸熱くなるものがありました。ぜひ今後も活躍に期待したいと思ってます。では帰ります。じゃあね、僕の愛車で。